今日ね、もうベスト3です。お、今年の年末年始にぜひ見ていただきたい、はい、2020年の締めくくる。わかりました。ベスト3、じゃあ新作いきます。お願いします。こちらです、はい、ワンダーウーマンです。2017年にパート1が出たんですけど、250億円の大ヒットで、はい、息吹き返して今回いよいよこの年末にパート2が公開中です。ココリコ遠藤の変な形。続いて邦画いきます。あ、こちら邦画大好きなんです。ネットフリックスのオリジナルドラマの、はい、今和の国のアリスです。これ遠藤さん聞いたこともないですか？あの、いや、そもそも不思議な国のアリスは、はいはい、もちろん、ね、ディズニーで知ってるんですけど、これ主演が山崎賢人さん。あ、そうなんですか。土屋太鳳ちゃん。あ、へえ。でこれは、はい、ネットフリックスでしか見れないんですけど、全、はい、裸監督とかもめちゃくちゃ話題になったじゃないですか。はい、なりました。山田孝之さん。なりました。はい。の次はおそらくこれだろうと。あ、そうなんですか。今検索率ナンバーワンですよ。あ、そうなんですか。これは見た方がいいです。へえ。でこれね、あのライアーゲームとか、はい、デスノートとか、はい、カイジとか見ました。全部見ます。あ、全部見ます。それは全部。もうそういう謎解きゲーム系好きな人は、ま、間違いなくハマります、ね。あ、本当ですか。で全8話なんですけど、はい、8話分の謎が必ず1話につき1個謎があるんですよ。あ、いいですね。でデスゲームが始まると。へえ。だからたけしさんがこうやって皆さんに殺し合いをしてもらいますっていう、はいはい、バトルロワイヤルのように、はいはい、ゲームに負ければ死が待ってるんですよ。うわ、なんか面白そう。でドイツと手を組むのか、はい、ドイツを裏切るのかっていう心理戦と、はい、もうね、体力戦といろんなものがあるっていう。渋谷のスクランブル交差点でロケしてる風に冒頭出てくるんですけど、これね、オール栃木県の足利市に1分の1モデルのスクランブル交差点作ったんですよ。見たことある？僕 その情報だけ知ってました。今それが今バズってます。バズってます。それがこの映画だったんですか？これ3億円かけてるんです。あ、そうですよね、はい、ネットフリックスがどのくらいお金持ってるかっていうと、例えば2020年の予算、はい、日テレとか TBS とかテレ朝とか、はい、まあ、民放各局、日本中のやつあるじゃないですか、はい、の予算とネットフリックスジャパン一社だけの予算比べるとネットフリックスが多いんですよ。だから湯水のごとくお金を使えるんで、これね、幕末と似てて黒船ですよ、ネットフリックスは。お、黒船。だから日本がなんとか反対、なんとか反対とかでやってる全部を集めても黒船のアメリカ一国にかなわないんですよ。なるほど。だから結構日本のエンターテインメント今危機ですね。へえ、はい、確かにあのネットフリックスの映画とかドラマとか見ててもめちゃくちゃお金かかってるんだけど。そうなんですよ。そう、確かに、さっき出たから言うんですけど、全裸監督、はい、全裸監督とっても、そうっすよ、あの当時のハワイの空港もあのまんま、あれ多分 CG なんですよね。 CG であの当時のあの当時のやつを再現して、あと歌舞伎町、ああすごくなかった？だって歌舞伎町を作ってるんですよ。だってほんまやほんまや、あの街そうですもんね、あの当時のあの歌舞伎町、あれ運億円かかってますよ。だからあれ、例えばじゃあ、まあどこどこの局が一生懸命ドラマ作っても、もうセットを使った時点で全ての予算使い切っちゃったよね。ということですよね。はい、すごい。だからね、やっぱりネットフリックスはしばらく目が離せないですね。いや、絶対見ます、はい、ネットフリックス絶対これ見ます。はい、これもおすすめです。これもおすすめです。今の国のアリスです。お願いします、はい。キングコング西野さんがですね、あ、やっぱり、本を手掛けました、うん、煙突の街のプペルです。これね、そうですね、これですね、ちょっと今チラシ出てる、あ、これですね、うん、これこれ、はい、これが25日から公開中ということになりますけども、はい、これはですね、はい、まあ、もともとキングオブの西野さんが、うん、まあ、自分で書いて、はい、でそれをこう世界中の子どもたちに届けたいと、はい、でもうね、煙突がうわーっとある街で、こうね、進撃の巨人みたいに塀で囲われてる街なんですよ。で青空も見たことなければ、星がどこにもないわけなんですよ、はい。そしたらこの主人公のルビッチっていう男の子が、はい、父ちゃんが星があるって言ってたから、はい、そのゴミ人間のプペルと一緒に星を探そうよっていう話なんです。はあ、ところがみんなバカにするんです、はい、んな、もうこんな煙突のね、黙々の煙の上に星なんかねえよって、うん、散々にバカにされるんですけど、はい、さあどうなるかって話なんですね。うわー、すげえな、西野って。これね、実は西野さんの見ていくと自伝だということがわかります。そうなんですか。
つまり西野さんって、はい、その芸人さんから絵本作家になるっていうふうに当時宣言した時に、はい、みんなそんなテレビ業界から離れて食えるわけないよとか、ちょっとバカにしてる人も何人かいましたよね。 そう、うん、それがまさにルビッチなんですよ。で、絶対星があると僕は思ってたと。でも星なんか誰も見たことないし、見たことないからどうせ無理だよっていう批判の嵐しかなくて、この世の中ではもう叩くことしか SNS でされなかったの。だから僕は星を見つけたいっていう思いでこの映画撮ったと。西野すげえなお前。これでも結構胸熱でしたね。あ、そうですか。昔とはまだ千秋さんと住んでる時に、うん、結婚してる時に一回西野がね、うちに遊びに来たことがあったんですよ。おー。で、まあ何人かでわーっとうちでご飯を食べてって、はいはい、朝方5時ぐらいになって、じゃあもうそろそろもう言うても、もう朝やしもう終わりにしましょうかってなって、はい、しらじらと明るくなってきて、ちょっと雨もポツポツ降ってたんですよ、はい、ほんでまあ皆さんも飲んでる方もいたので、うん、タクシー呼びますねとかで、西野は飲んでなかったんですけど、うん、西野どうするタクシー呼ぶかって言ったら、いや僕いいです。ほう。え、なんでなんで、どうやって帰るのって言ったら、いや今から走って帰りますって言ったの。え、どういうことですか。雨だとポツポツ来てるんですよね、はい、結構その当時僕の住んでるマンションから西野の家まで結構の距離あったんですけど、平気で言うんです、いや僕走って帰るから大丈夫です。ちょっと、いや、マジっすか。あ、この子ちょっと全然人と違うことを言ってやる人やなってなんとなく思ってたんですよ、うん、まあまさかまさか、もうこんな、いや、すごいですよ、こんな感じになると。でもクラウドファンディングとかでね、はい、どんどんいろんな新しい試みやって、でしかもね、絵本をウェブ上はタダで見れるようにしてるんですよ。だから絵本は別に壮大な予告編だと。で、映画につなげたいから、もうね、シナリオがずっとあって、でそれも企画外のことやってますよね。だっての映画のチケットとかも、なんか前売り券かなんかを自腹で1億3000万円ぐらい買ったんでしょ。はい、もうね、西野桁が違うよ、もう本当に。でもね、僕ね、そこが西野さんのすごいところで、すごい、おそらく常識にとらわれない、はい、もう煙突の黙々の煙の先はないよって僕ら思っちゃうんですけど、はい、西野さんはいや、あるよって言うんですよね。が詰まってるんですか。そう、だから考え方ですよね、物の考え方を教えてくれる。へー、見よう。ほら、動き出さなきゃ始まらないですよ。いや、もう本当にちょっとおえつっていうかね、はい、我々これ試写で見るんですけど、はい、みんなプロの人たち、まあ、リリコさんとか、はい、僕とかその映画会社の人がみんなこうメモりながら見るんですけど、後半からもうね、おえつなんですよ。そうなんですか。なんか、うわ、もうなんかね、すごすぎて、アニメじゃないんですよ、訴えてることが、はあ、お前はそれできんのかと、時代は今変わってるぞっていうことを突きつけられると、僕ら止まってちゃいけないなと思います。うわ、見ます。いや、間違いなくこの年末年始は、はい、本当にもうどこにも行かずに、そうですかね、まあ、本当に家にいて、家でネットフリックス見たりだ、はい、でまあ、近くの映画館に行って、はい、マスクして手洗いしてうがいもしてちゃんとソーシャル取って、うんうんうん、映画を楽しむってことは多分 OK と思うんで、はい、映画館は意外と3密になりづらい。ちゃんと映画館も今はちゃんと開けて、開けてるし、換気が20分に1回全部変わるので、逆に安心っていうのが、言われてますよね。なるほど、はい、ね、ちょっと まとめますか、じゃあ、はい、一回 ね、 ね、私アリコン3世選びました、はい、ワンダーウーマンとネットフリックスの今の国のアリスとプペルでございます。はい、はい、皆さんもぜひ参考にぜひぜひよろしくお願いします。いただきたいと思います。ありがとうございました。いやー、もうなんかあっという間でしたね。僕の方のチャンネルでは、ね、はい、ぜひ遠藤さんに、遠藤さんの人生のベストワン、いや俺ほんま大したことないっすよ、ワーストワンも教えてもらっていいですか。あー、ワースト、もうクソ映画だったってやつ。このワーストワンもですね、わかりました、合わせて教えていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあこの後、有村さんのチャンネルに行きますんで、はい、そちらの方もチェックお願いします。はい、お待ちしています。ありがとうございました。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。